霊峰富士のふもと富士スピードウェイ、今年もまたこの場所で新たな D1 シリーズチャンピオンが決定する。今シーズンのグランプリ、例年とは異なりチャンピオン争いが混迷を極めた。最終戦を前に最も優位に立つゼッケン1番をつけるのが斉藤大吾、97ポイント。ゼッケン2番はラウンドが進むごとに調子を上げてきた2003年のシリーズチャンピオン今村洋一、91ポイント。そしてゼッケン3番、徳田原ギリギリで可能性を残した野村健、80ポイント。秋空に佇む富士、ロードトゥザチャンピオン、その頂こそチャンピオンへと続く道だ。福岡、我々は最終戦を間近に控えた3人のドライバーたちの元を訪ねた。さあ、17ポイントも差ができてしまったらね、多分ね、これはちょっと難しいなって。3位をキープするのがいっぱいなのかな。まあ一応そんな感じではいるんですけど、まあできればね、1個でも上に行きたいな。シリーズ2番ぐらいだったらまあいいかなって今そんな感じで考えとるですね。現在トップから17ポイント差の野村、これまでのターニングポイントとなる戦いを語る。もう誰が見ても分かると思うんですけど、第6戦の恵比寿、これがね、もう完全なターニングポイントですね。この時野村はゼッケン2番、トップの斉藤を7ポイント差で追っていた。1位大吾って言われた時に、もう俺16位ってなんとなくもう分かったとですよ。これは盛り上がったですね。今までね、何年やったんだろう D1、 もう長いことやっとるんですけど、本当盛り上がったですよ、自分の中では。 D1 グランプリを創世期から支えてきた野村、D1 の前身となった第1回プロドリ選手権からエントリーし、今や D1 の代名詞ともいえるドライバー。野村といえばスカイライン、そしてブリッツの阿部、この絶妙なコンビネーションは2001年から始まった。当初野村にシートを預けることに社内から猛反対があったらしいのだ。野村健、スピードある、スピードある、持てた持てた、いいじゃないですか、いいじゃないですか、 OK ですね。 D1 初年度から参加している野村だが、その初優勝には丸3年を費やしている。2004年ラウンド3、恵比寿決勝戦、戦うは日比野哲也。さあ、渾身込めて作ったブリッツワークスのスカイライン、あー、繋げてきた、さあ、繋げてきた、まず日比野が来て、そしてその後ろから野村健が来るんです。さあどうだ日比野、そして野村健が、野村健が行く、野村健が負けてないよ。あ、野村健ちょっと踊りかけた野村健ですが、日比野も全くミスはない。厳しい状態、大きな差はありませんでした。夏といえばサドンです。入ってきた野村健と、そしてリビルも入っていく、リビル入り込んでますよ。そして野村、野村健負けてない、これは日比野も、そして野村も両者ともに譲らない状況。いや、これはダメだ、まさに歴史に残るドッグファイト。その後ろから日比野哲也、サドンデスの3本目だ。ぴったりとくっついている野村健の角度と、ああ日比野戻った、戻った、日比野がたくさん戻った。さあ、そしてそれで食らいつく、ものすごいところを取った。これはもう土さんで野村健でしょう。サドンデスの、どうだ、いった野村健、おいおい、野村健負けてないよ、負けてない、日比野もノーミス、日比野ノーミス、野村健ノーミス。優勝の発表です。優勝したのは土田さん、野村健、野村健初優勝、初
優勝を飾ったここ恵比寿、くしくも2008年、再び野村にとって印象深い一戦を迎える。第6戦の恵比寿、これがね、もう完全なターニングポイントです。完全なターニングポイントです。第6戦ベスト16、一組目の対戦となったのはランキング1位の斉藤大吾と2位の野村健。ポイント差は7ポイント、負けられない大一番。やっぱね、自分がね舞い上がったですね、あの時だけは。もう本当にね、大吾に負けてしまった感覚はないとですよ。もうね、どっちかというとね、自爆、もう本当完全なミス。やっぱりね、1回戦のベスト16で一組目ですよ。俺はお客さんも盛り上がるし、当然俺自身もすごく盛り上がったんですけど、冷静さがまるでなかったでしょうね、多分今考えると。通常なんか面白いことを言うんですよ、無線でも阿部ちゃんと。これはね、阿部ちゃんのなんか言ってたらしいとですけど、返事がないと。初めてらしかったですね。それだけね、多分舞い上がって、何速で走ったかも覚えてないぐらい冷静さに欠けたとですね、本当に。運命の一戦は始まった。この時の走りをノーカットで野村の車載カメラで見てみよう。緊張する野村の息遣いにも注目してほしい。6取られたね。最終戦も2008年これで終わり、チャンピオンもちょっと遠いかな。でもね、シードは外れることがない、いいポジションだと思うとですよ。ここでね、やっぱり一発かっこいい走り、いつもねエンジョイ系とか言っとるんですけど、今回はね最後にもう非常に今年一番の印象に残るぐらいのね戦いをしたがですね、それでお客さん盛り上がってくれれば最高じゃなかですか。あのね、チャンピオン取った誰かよりも最終戦の富士のあのスカイラインの走りがかっこいいとか、なんかね、そういう風にやってみたいですね。なんか語るその眼差しはまだまだ光を失ってはいなかった。